さあ、今度は。Thank you.
試合1軍5分からが5分からが時間10分からが10分からが
時間15分からだ。試合時間17分からだ。残り試合時間3分。試合時間18分からだ。残り試合時間2分。
遅延1時間19分かが残り試合時間1分、ラスト1分。ラスト45秒、ラスト30秒、ラスト20秒、ラスト15秒、20分、20分時間切れ、引き分けでございます。試合、志賀由美、アコーナー135パンド、小松美香、レフリーサイドマチカ、ちょっと見えないよ、ほら。おい、椅子に乗ってんの、ほら降りろ、この野郎。ちょっと椅子あれ蹴飛ばして直樹、あの椅子に乗ってるやつ、あの椅子。さよなら。
こっち来いよ、一回な。支援1分5分からが5分からが7分後に第5試合シングルマッチ先分一本勝負を行います。赤コーナー120パンドジャンボーホリー、赤コーナーレフリー糸井松明、I'm going to go to the hospital.
試合時間5分からが5分からが13, 14, 15, 18秒、10分18秒というのめくれ優先者の勝ちでございます。新春の後楽園ホール、もう超満員のお客様を集めております。去年は230試合を紹介いたしました全日本女子プロレスでありますが、
今年は約200試合が予定されております。まあ、その分試合数は少なくなるんですけども、充電期間を十分に置きまして、しかも一戦一戦充実した内容で皆様に、女子プロレスを楽しんでいただこう、こういう会社側の方針であります。期待したいと思います。さて早速今日の放送席ご紹介することにいたしましょう。まず解説はおなじみの宮本久夫さんでございます。今年も一つ宮本さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。解説者として宮本さん、今年一番女子プロレスに期待することはどんなことですか？そうですね、やはり今年は、はい、55年組という頂点のレスラーが、はい、まあ、サバイバルレースといいますか、はい、そういう何かすごいことをやってくれるんじゃないか、なるほど、そういう気がしますね。そうですか。はい、はい、こういった宮本久夫さんでございます。そして今日のゲストの皆さんです。まず早坂昭代ちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。昭代ちゃんは最近すっかりね、はい、しっとりとして女らしくなってね。いや、温泉使ってばっかりいるからじゃないんでしょうか。いやいや、あのレポーターとしてもね、はい、とってもいいあのレポーターぶりで僕いつも感心してますけどね。 ありがとうございます、はい、今日はまたね、あの、アスカとチグサが組むってことで楽しみなんですよ。はいはい、そうそう、はい、一番いいとですよ ね、応援してくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、そしてヒップアップの3人ですね。川上さん、はい、島崎さん、小林さん、ようこそ。どうも、はい、どうも、こんにちは。お久しぶりですね。本当、あのいつ頃でしたっけ？あれはね、多分3年以上なるんじゃないですか。ね、3年ぐらい前。どこか地方の会場でしたよね。はい、天竜市ですね。ああ、そうか。それは今日が2回目なんですけどね。ヒップアップが来ると何かが起こる。心配してる実況アナウンサーとして。すみませんね、本当に。ね、いや本当に。はい、ね、でもね、久しぶりに来てね、パンフレットちょっと見てね、はいはい、まあ、メンバーは分からなくなったんですけどね、うんうん、まあ長代にしてもアスカにしても、はいはい、みんな線が太くなって。はい、プロレスラーらしい体つきになって、なるほどなるほど、ね、なかなか、はい、あ、これはもうプロレスラーになったなと思いました。でもあのちぐささんとはですね、ひょうきん族でしょっちゅうやってますから。あ、そうです、そうだ、ね、以上は、はい、まあ、知り合いですから。でもやっぱりさすがにプロレスとなると迫力があるね、やっぱり、はいはい、ひょうきん族とは違う。今日もね、にぎやかに放送席よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、そして私の隣はですね、なんと綺麗なジャガー横田さんでございますね。こんにちは。着物が綺麗ですよ、着物が。そう、みんなそう言うんですけどね、買うのがいいんじゃないかなと思ってですけど。今日はジャガーね、はい、まあ、あの新春早々はね、スキーにも行ったそうだし、ゴルフもやってるそうですけどもね、はいはい、女子プロレスの方もコーチとしてまた今年1年大変なことになりそうですね。はい、そうですね、3月になるとまた新しい人が来ますしね。あ、そうかそう、ね、もう仕事がいっぱいだ。そうですね、はい、今年も遊びもいっぱいですけど。はい、そしてですね、レポーターはもうおなじみのですね、はい、フジテレビの三宅雅治アナウンサーです。はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。新春早々何か女子プロレスのマラソンに参加して12キロ完走だって。走りました私は。途中で道迷いましたけどね。いや、一番ね長距離には弱いタイプなんですけど頑張ったね。本当にもう、今足がガタガタでね、はいはい、こうやってる体勢ちょっと辛いんで早めにお返しします。そして最後はですね、三宅アナウンサーはですね、最後のコーナーで道を間違えて、ね、目黒駅へ出ちゃったからね、ちょっとねおっちょこちょいなことあるわけですけども、さて今日は盛りだくさんですけどもね、皆様にちょっとお知らせがございます。これをご覧ください。はい、女子プロレスを応援いたしますね、この野郎シリーズでございます。今回は別冊で登場してまいりました。全部長代千草選手なんですね。スタッフが今まで撮りためました長代千草選手の素晴らしい写真ばかりを集めました。これはもう決定版でございまして、ファンならぜひ永久保存版として、欲しいものでございますね。ただいま送車から1200円で発売中です。どうぞ本屋さんへ今すぐ急いでくださいよ、お願いいたします。さあそれではですね、まず今日はこの歌、長代千草選手の新しい歌なんですね。じっくりと聴いてください。Yeah.
場内騒然としております。今花道にダンプ松本の姿が見えます。そして影薫が仲間への意味がこれに続いております。ゆっくりと今場内一生懸命に本番同盟の隣にあります後楽園、早くもダンプ松本試合を取っております。試合を取っております。ダンプ松本試合を取っております。後楽園あった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 、後楽園ホール放送席にダンプ松本の挨拶。いやー、そして今レフェリーの阿部志郎、山本さんに対して相変わらず向こう側ダンプ松本荒れ狂っております。そしてこちらでは阿部志郎です。場内騒然としております。まあ、あのダンプがですね、貫禄を見せて今リングサイドを一周いたしました。大丈夫だったヒップアップ、なんか狙われてますよ今日は。びっくりしましたよ。ねえ、まだやってます、まだやってます。いやなんとも怒りの収まりもダーッとやられてます、やられてます。今の赤コーナーからですね、山崎一樹、そして縦野のりを入場でありますが、またもリングの下におりました。もう縦野が完全にやられましたね今ね。やられましたね。もう市内の先がめちゃくちゃですよ。市内の、ね、先がああなってますから危ないですよ。これは気をつけなくちゃいけません。追っかけてきましたダンプ松本。さあ山崎一樹と場外線を演じております。これは空振りだ、ダンプ空振りだーっと椅子を持った山崎一樹、早くも騒然としております。強烈な試合が展開されている。やはり琴ノ若女子プロレスというのはやはりね、荒れてますね。やーっと今度は椅子を持った、場内騒然、場内騒然、あーっと放送席に来たダンプ松本、どうしてこっちに荒れてるのか、なぜこんなに荒れてるのか、ダンプ松本もうめちゃくちゃ。いやージャガー横田の君の姿にあるいは嫉妬を感じたんでしょうか。めちゃめちゃになりました、放送席めちゃめちゃ。これはちょっと放送できません。何をしているかダンプ松本、さあ人形で試合をやってもらいたい。カメラマンに、そしてイギーウェディングアナウンサーに、ダンプの試合が飛び交っております。後楽園ホール、そして放送席はもうめちゃめちゃでやります。いやいや、今日は僕らでやったゲストが、いや本当におかしいよ、こんなに興奮してもダンプ松本の久しぶり。もうそして試合が始まったんでしょうか。どうやら試合が始まりました。僕の椅子がないんですけどもね、ちょっとあのジャガーの椅子もないし大変なことになりました。さあちょっと放送席をね整備しましょうよ、ね、大変ですね。ような感じのダンプ松本でやります。さあ、ようやく試合が始まりました。もう試合が始まったんでしょ。はい、もうゴング鳴りましたね。始まった、はい、始まりました。さあ、今日のこの試合は30分一本勝負、6人タッチマッチでやります。ようやく試合が始まりました。さあ、改めてメンバーをご紹介しておきましょう。極悪のトリオでありますが、ダンプ松本を2回登場して、あとは仲間へ恵み影薫であります。一方山崎一樹、縦野則夫、 JB エンジェルスとユーコンエリカがトリオを組んでおりまして、赤コーナーに登場しております。試合は今影薫が入場、そして縦野則夫であります。体当たり、しかしこれは影薫の方がやはり体重で勝っております。ダンプ松本またも登場だ。あーっと強烈、喉元を攻めておりますダンプ松本。さあ強気打ってダンプが行く、ダンプの体当たり炸裂に見えます。何かあの放送席の真ん前、火花が散るようにものすごい体当たりでした。そして足が飛んでおります。さあダンプが行く、新春早々ダンプ怒りなくその力を誇示しております。後楽園ホールのリング上です。秋代ちゃんねえ、秋代ちゃん、ようやくあの入って、え、大丈夫大丈夫、聞こえますか、はい、もう秋代ちゃんは
おどおどしちゃって、僕があの声をかけてもね逃げてますけども大丈夫。だってこんなの初めてですよ。でも、ね、ちょっと今日は異常ですね。そうですね、正月早々ダンプさんも荒れてますね。秋代ちゃんはどこに逃げてたんですか。何かあの机の下に小さくなってて、そうなんです、ね、目合わせないようにしてたんですよ、はい、ダンプとは。これでね、塩野さん、はいはい、パッパは男ですから、ええ、ダンプが来ても絶対逃げないようにしようと思ってたんですよ。はいはい、目の前に来るとあの目見ると怖いですね。やはり逃げちゃったでしょ、ね、もうダンプの場合はねあっという間に変身できますから、ああこの辺りがダンプの大きな魅力であります。僕はただ今の乱闘で怪我しました。足なんかすりむきました。あらあらあら、本当にただ逃げてるだけで。ああそうですか。いや逃げるだけで怪我するんですからね。これはもうリングで戦っている選手はたまったものではありません。改めて島崎さん、はいはい、ダンプ松本の迫力といいますかね。迫力ありますね、やはりさすがという感じがしますでしょう、さっきのあのデビル正美もすごかったですけどね、はい、ダンプもやっぱりあのなんか堂々としたところがありますね、はいはい、そして今阿部志郎早いカウントを入れました。怒った縦野範雄が登場しております。しかし前として山崎ひょーっとレフトアップ、ダンプ松本見せます。さあダンプ松本高々と今山崎一輝を持ち上げて高いところから落としました。今あのダンプがやったんで今度はあの有効エリカ選手もぜひ期待したいものであります。さあ回転右肩がどうか。マウンドキャッチコールではちょっと体勢が悪かった。このまま抑え込まれているか山崎一輝。さあカウントが入る。おっと今縦野範雄がカウントを入れる阿部志郎のちょっと邪魔をいたしました。うまいフォローであります。どっかりと腰を落としました。ダンプ松本。塩野さん、はいはい、この阿部志郎という人は口うるさい人ですね。いやもうね極悪同盟のレフリーですからね、はい、ですからあの極悪が優勢の場合はカウントの入れ方が早いでしょ。はーはーでほら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 、なるほど、早いでしょ。不公平ですねこれは、肩を上げるのがやっとなんですよ。極悪同盟ダンプ松本のね、まああの古文という感じですから、公正なレフリングは決して期待できません。今日はこの阿部志郎レフリーをちゃんとあの配下に収めまして、極悪同盟ダンプ松本登場しております。後楽園のリング上であります。さあまた鍛え上げました。今度はどうするんでしょうか。前に駆け落としました。そして上から100球がいった。さあおっとさっと今左足が伸びましてロープ。さあダンプ松本なんとしてもこの山崎一から1本を取りたいという迫力ある攻撃を展開しております。縦の森を有効エリカあまり出番がありません。完全に山崎一が捕まってしまいました。おっと何ですかテープスカールは。そうですね、はい、はい、いやしかしこれは危ない競技だ。危ないぞーっとこれは危ない。なんとかしてもらいたい阿部志郎に。なんとかしてもらいたい競技が出ましたリング上であります。危ない競技です。さあまたクロー攻撃が続けられておりますリング上。ダンプ松本今日は山崎一輝をしっかり捕まえたまんま離してくれません。山崎ちょっともうあのスタミナを消耗してましてね、いつでもホールを取れるという体制になっているんじゃありませんか。そうですね、ええ、もうあの胃袋をね、胃袋内臓ですね、胃袋掴みやってますよね、はい、内臓に対するクロー攻撃がついております。そして今度は影薫登場です。あーっとさあここで今縦のようやく出てきました。さあ縦野のスタンピングは、そして今度はパンチ攻撃。影薫縦野範雄の対戦を迎えております後楽園。今日は6人タッグマッチ。青コーナーから極悪同盟登場、そして赤コーナーから JB エンジェルスと、そしてユーコンエリカ選手であります。
塩野さん、はいはい、三宅ですけどもね、はい、あの縦野選手にちょっと今年のことを聞いてみたんですよ、毎年毎年ね、あのマイペースで頑張りますって言ってる言葉だけなんですがね、今年はね何も言わないということを言いましてね、不言実行ということで、あの去年がね非常に JB としてもこの縦野選手と としてもですね、はい、非常に最悪の年だったんで ね、何かこうプロレス生命をかけてでもというような、はいはい、かなり悲壮な決意があるみたいですね。そうですか、三宅雅治アナウンサーから今縦野のりお選手についてのレポートが入りました。確かに JB エンゼルス歌は歌ってね、なかなか華やかな一面は披露してくれましたが、ことレスリングということになりますと逆に軽い印象がありました。今年は勝負の年、 JB エンゼルスでやります。あ、うまくかわしました。今うまくかわしました。そして山崎が出てまいりました。今日は赤コーナーはどうしても阿部志郎レフリーということで油断はできません。試合がやりにくくなっております。さあ断髪元2人がかり JB エンゼルス、さあ2人で力を合わせて今いったどうか、これは相打ちという感じか。そして今度はキック攻撃でやります。さあ、あー、ダンプが起こった。しかしダンプが起こりました。髪の毛を掴んだ。さあ1分1対1になりました。あーっと今の縦のノリオはよく飛んだ。カウントが2であります。そして山崎にタッチ、山崎が行く。あーっと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 、どうか、足を掴まれたまんまでやります。影香る仲間へ恵み、若い2人に分かりました。ダンプ松本、さあ山崎いつきロープに振られてどうか、あーっと一気に飛んだ。これは見事でした。山崎いつき、いかにも山崎らしい動きがありました。そしてファンにアピールして今一回転ヘッドバット、綺麗に決まっております。さあトップロープに上がった。ミサイルキックが出るか、そのまま飛んだ。フライングボディープレスしてあります。さあカウント1です。カウント1、いかにもゆっくりしております。阿部志郎に対する抗議、満員の後楽園ホール。さあ今度はどうするか、縦野がトップロープに待っている。さあ縦野が一気に飛ぶ。しかしこれはちょっと悪かったか、ね、タイミングがずれました。さあ影香るが上から行く。おカウントは2であります。危なし、危なかった。塩野さんね、はいはい、縦野はねさっきからちょっと右膝おかしいんですよ。あ、そうですか、ちょっとかばってますね右膝を。なるほどね、はい、確かに動きが悪い。そして一気に飛んだ。これは空振りだ。仲間へ空振りであります。しかしこうして仲間へ見ますと、仲間にまた体が出てきましたね、大きくなりましたね、大きくなりましたね、はい、さあレフリーカードロッパー、縦野のりをランロープから一気に飛んだ。空中ラリアートを見せました。さあしかしこれはハントマンでした。山崎一樹が今度はコーナーポストに上がっている。そしてどうか、あー対一になった。 JB 相一だ。これは大変なこと、誤爆でやります。さあダンプ松本が今ランロープに上がっている。キャッチがいきなり落ちてきた。あっとこれは残酷ですね。そうですね、内道に最初足を落として、これからヒップドロップで、あーこれをやるんじゃ止まりません。いやー、ダンプ松本、我が物顔のリングでやります。新春の超満員の後楽園ホール。あー、今度はヘッドバットで反撃に転じました。しかしもう顔はね、泣きべそを描いております。縦野のりお、さあ、縦野ファンに何かアピールしております。しかしこれは早くタッチした方がいいんじゃないでしょうか。さあ縦野が行った。さあどうするか、あーっとやられました。強烈右のラビアート、一回転の縦野の乗りをもう勝負にならない感じで上から行った。これは完全に決まった。何か次回役目を中のものというんでしょうか、完全にもうダンプの出し事、自分のペースで戦って見事に縦野乗りをからホールを取りました。あー、なんということをするか、ダンプ松本。今年もまたこのダンプ松本ね、えちょっとアキヤちゃん怖いですね。いやもう叩いても叩いてもね、全然聞いてないみたいでね、はい、本当になんかもうニコッとした時に一瞬だけがなんか女の人話してたけど、もう怖かったですね、はい、ダンプ松本。そして極悪同盟の面々、まだ放送席をじっと睨んでますね。まだ放送席に来るのか、今日のダンプ松本どうしたんでしょうか。あーっと
いやブル中野がですね何かちょっとジャガー横田をかばってくれました。そして市内が今渡されました。市内が渡されてダンプ松本、あーっとお客様の声に対してまで負けが反応した。ダンプ松本軍配です。縦の守りをダンプに対してこれまた威勢のいい単価を切っております。おっと場外で縦のダンプがやり合っている。おっとしかし市内を持っているダンプ松本どうか、なかなか収まりそうにありません。このまま控え室にもつれ込んでおります。宮本さんやるもんですね。本当にね、はい、もうダンプの初暴れと言いますかね、凄まじいですね。ダンプの初当たりって言うんですかこれはね、恐れ入りました。もう放送席は立ったまんまね、何か今日は終始落ち着きませんでした。ようやくダンプが控え室に引き上げていってくれました。さて今日はお知らせすることがたくさんありますけれども、まあ、女子プロレス恒例の暮れのですね女子プロレス大賞というのがありますね。その大賞の発表風景と、それから今度は新春早々1月3日なんですけども、女子プロレスの皆さんがですね一生懸命走る。今年はなんとレポーターの三宅君も参加いたしましてね、なかなか楽しいユーモラスなマラソンになったようなんです。この模様をちょっとご覧いただきたいと思いますね。本日は1986年に活躍しました選手たちの受賞式が行われます。果たして今年受賞する選手は一体どの選手なんでしょうか。本日はリング内よりも非常に緊張しております選手たちの横顔と合わせまして、今年の感想そして来年の抱負を合わせて聞いてみたいと思います。大森選手は今年は本当にいい年だったでしょう。そうですね、手術終わってからの後半がすごく自分では最高だったと思います。一番自分では何が嬉しかったですか。やっぱりベルト取れたことが一番嬉しいですね。3WA のそうです。とすると来年はね
そのベルトを今度は守んなきゃいけませんね。そうですね、それがその方が大変ですね、本当ね。今までは欲しい欲しいと思ってたけども、やっぱり守る立場であったジャガーさんとかデビルさんとかの何ていうのかな、大変だっていうのが今本当分かりました。じゃあ来年の目標、来年の目標ですか。できるだけタイトルを防衛したいです。それしかないですね。いやしかしまた今日は一段と、ね、はい、素敵にまとめたってますが今年はどんな年でした？忙しかったです。忙しかった。もうあっという間にまた一つ年を取ってしまいました、ね、また来年の話になりますが、はい、来年はどんな年にしましょうか？もう来年10周年です。私はもうプロレス始めて10年になります。はい、もうフルタヌキですからね。とにかく来年はタッグに挑戦してみたいですね。世界タイトル、タッグのチャンピオンに挑戦 してみたい。まあ、取りたいのは取りたいですけど、まず挑戦したい、はい、であと、まあ、3WA のシングル戦もやってみたいし、あと長与とシングルやりたいですね。今年できなかったんで来年はやりたいなと。絶対引退してほしくないっていうファンの人いっぱいいますからね。まだまだあと5、6年は大丈夫でしょ。いやー30年くらいいようかなとかなりもう腰の方良くなったみたいですね。そうですね、寒くなったりするとちょっと痛いですけども、試合に試合をする分には全然いいです。いやこの間ジャイアントスイング我々22回転ぐらいかなと思ったんですけどもね、すごいジャイアントスイング見せてました。山崎月選手のね、あれでもう完璧かなという感じがしたんですけどね。我々はいやもうリングに上がった時点からもう完璧です。あ、そうですね、うん、来年は来年もマイペースでやるだけです。え、頑張ってください。来年期待しております。はい、今年はどんな年でした？今年ですか、まあ、あんまりいい年じゃなかったです、はい、来年はじゃあどうしましょう？来年はいい年になるように頑張ります、具体的に何か目標を挙げてもらえます？やっぱり、ね、タッグをいつきちゃんと組んでる以上 3WA のタッグのベルトを取りたいと思ってます。今年は、ね、じゃあ極悪同盟から取り返すということで、はい、頑張ります、ね、頑張ってください。今年はどうでした？もうおかげさまで大きな怪我もなく、うん、本当に今年1年どうもありがとうございます。今年はね、レコードデビューとかいろいろバタバタしちゃって、でもおかげさまで 3WA のベルトも取れましたんで、来年もまた挑戦がなんかあるそうなんで、ぜひまた乗りようと、また初心じゃないんですけど本当にもうスタートに戻って、お互いをちゃんとこう支え合って頑張っていきたいと思います。頑張ってください、はい、期待してます。今年はどんな年でした？今年はですね、一応ベルトは取ったんですけど、取られちゃってベルト持って年越したかったですねはっきり言って、だ年賀状のこうベルト取った写真を使えるという、ね、失敗しちゃったから、ね、うん、違うのにしちゃったんだよ来年はやっぱり取り返したいですね。ユニは今年はどんな年でしたか？今年はあんまし頑張れなかった、だから来年にかけます。でも一度はベルト巻きました。巻きました、ね、来年はでもすぐ取られちゃった、来年はとにかくやります、見せます、なめてちゃったそれだけ頑張ってください、今年はいい年だったでしょう？そうですね、でも後半の方はやっぱり膝のせいにはしたくないんですけど、やっぱそれがせいでね、タッグの方にも 3WA のタッグも挑戦できなかったし、あと、ね、全日本タッグで防衛戦とかしても本当風に助けられちゃってる部分が多いですから、まあ、それとしては不本意な、直里選手は今年はどんな年でした？そうですね、やっぱり取り返せたっていうか、前長友さんに取られて、それで今度長友さんを自分で取り返したっていうところですごい自分に自信がついたようなところもあるし、これから先もこれを第一歩のスタートとしてまた来年も頑張っていきたいと思います。いいステップ台になったよね。そうですね、はい、乾杯、君のために乾杯さた俊彦です。なんじゃて何をやってんの。さあ今年はどんな年でしたかね？波乱万丈、確かに、それだけです確かにもうなんだろう、今年ってね、
いろんなことありすぎてね、恵まれすぎてね、わかんない。本当いろんなことありましたもんね。うん、来年はその半分でいいね。ほら、違う、いろんなものを感じていきたいからね。あとまで。そこだけ一生懸命感じてるんじゃ嫌だからね。うん、生還隊はいっぱいです。今年はいい年だったんじゃないですか。いい年でしたね。でも来年はもっと今年以上に頑張ります。期待してくださいね。うん、今年一番自分で良かったなと思うことは。やっぱダンプさんと組んで全日本タッグチャンピオンになれたことです。うん、ね、世界のベルトもあります。はい、ね、2冠王なんですけどね今ね。すごいな。来年は、はい、来年も全日本のシングル防衛して、で全日本タッグも防衛して、どんどん上のベルトを取っていきたいです。今年はどんな年でした。うん、去年よりはちょっといまいちだったからね。来年また頑張ります。はい、来年は具体的にはどんな年になりますかね。極悪同盟全体にとって、もうベルトを総なめして、もう絶対シングルチャンピオンを取ります。はい、我々また過激なプロレスが見れると思ってよろしいんでしょうかね。もう来年こそはカメラを1台壊す。もうこれが自分の目標なんで、大山覚えとけよ。壊します。ということでございました。はい、86年全日本女子プロレス大賞受賞式。まず新人賞に参ります。今年の新人賞は残念ながら該当者なしという結果が出ております。それでは次参ります。敢闘賞です。石黒靖子選手です。来年も頑張りたいと思います。どうも。はい、ありがとう。今年も考えてなかったんですけど、いや、技能賞なんて本当嬉しいです。どうもありがとうございました。来年も頑張ります。今年、今日は女子プロ大賞ってことだったんですけれども、和江と二人できっと私たちは関係ないねなんて話してたんですけれども、本当にこんな立派な賞がもらえてとても嬉しいです。どうもありがとうございました。こういう場所でこういう賞をもらえると思ってなかったんで、すごい嬉しいです。どうもありがとうございました。去年も一昨年も、賞は何もいただけなくて、ベストバウトなんていただいて本当嬉しいです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。すごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、賞の中で本当に一番嬉しい賞がベストバウトで、これで、3度目なんですけど、本当に、今年の私の収穫といったら、やっぱりチーム対抗というのを作りまして、それで、その中で、下手くそだったんですけど、私教え方に対してどういうふうな教え方をしていいのか分からなかったんですけど、それでも一生懸命ついてきてくれた、自分たちの後輩にもうこの賞を同じく分けてあげたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。チコさんとタッグを組ませていただいて、いろいろ足を引っ張って迷惑かけたんですけど、こんな賞が取れて本当に光栄です。どうもありがとうございました。86年MVP は果たして誰の頭上に。大森ゆかり選手、どうぞお進みください。おめでとう。実感がないんですよね。そんであまりにも本当嬉しすぎて涙も出ない。人前で泣くのは嫌だから、きっと家帰って泣くでしょう。どうもありがとうございました。ご覧のように1986年女子プロ大賞の受賞者が勢ぞろいしました。喜びに涙を流す顔、自信に満ちた晴れやかな顔、ちょっと照れた顔、
リングとは一味違う選手たちの素顔、そして感動のシーンをお届けしました。さあ、87年の女子プロ大賞、このステージに並ぶのは一体誰でしょうか。今年も選手たちの大いなる活躍を見守りたいと思います。ということで、私は現在女子プロレスの会社の前に来ておりますが、今日は新春恒例のマラソン大会が行われるということで、私もこの格好を見てください。なんと一緒に走れという命令が下りまして、決してこれは私の本意ではないんですが、新春早々非常に楽しい企画を考えてくださいまして、誠にありがとうございました。頑張ってレポートをしてみたいと思います。果たしてどこまでついていけますでしょうか。お楽しみに。明けましておめでとうございます。はい、本年も一つよろしくお願いします。恒例のマラソンが今日これから始まります。今年は、先輩がいませんので、遠慮なしに思い切って走ってください。また追い越せ、追いつけ先輩に、今年は頑張ってください。あれにならね、これは重敵だよ。やだよ。追いつきますからね。ほんまきついよこれ。ほんまきついよ。
ええわね、車で。誰かあの角立っててくれよ、間違えて向こうまで行った。いやどこ行ったの、目黒駅、駅の方まで行った。いやね、後ろから工藤が来てたはずなんだけどなとか思って、工藤見たら振り返って向こう走ってんじゃない。あれとか思って、なんかこんな橋渡ったはずないんやけどなとか。もうやよ、もうやめた、もうやめた。来年もね、来年誰がやるかお前。来年あの塩野さんにお願いしたいと。平田焼きを気になったこと、はい、はい、2位は誰ですか。宇野義明。宇野したことの、はい、2位、はい、おめでとうございます。はい、3位中島のびこ。はい、今年の新春マラソンの1位、平田選手でございます。おめでとうございます。あの、ありがとうございます。頑張りましたですね。どの辺から先頭立つの。折り返ししてか、うん、もう全然辛くなかった。辛かった。これどうします、これ。貯金します。しっかりしてますですね。貯金だそうですけどもね。今年ね、去年いろいろ悔しい思いもしましたが、ね、今年はどんな年にしますか。怪我しないように頑張りたいと思います、ね、1年間ね、はい、思いっきりプロレスをできるように頑張ってくださいね、はい、今年はですね、はい、いろんなことをやりたいと思いますが、はい、どんな年にしたいですか。ね、去年今年の初めもなんですけど、いつもすごいいいとこまで行かしてもらってもっていうか、行ってもなんか最後までっていうか、本当にいいとこまでちゃんと優勝とかそういう風に1位とかそういう風に行けなかったから、だから今年はいつも去年は2位とか3位とかで止まってたから、だから今年は絶対に何かやるんでも1位取りたいです、うん、じゃあ1番ね、はい、でも何もかも1番で。もう最先ですね、いきなりね。じゃあ頑張ってくださいね。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ということでございまして、新春恒例の地獄のマラソンが終わりましてですね、私も12キロ走らせていただきましたが、二度とやりたくありません。来年は塩野さんにぜひ頑張っていただきたいと思いますけれどもね、あの予定されていた餅つきもあの中止になりまして、私が雑煮だけを楽しみにしてきたんですが、それすらもない休日出勤です。いいんですけどね、まあこの辛いねマラソンを乗り越えたみんなですから、きっと今年はまたいいねプロレスを見せてくれるんじゃないかと思います。といったところですね、新春恒例の地獄のマラソンをお伝えいたしました。終わってまんねんで。
宮本さん、宇野久子、堀田由美子、人気フレッシュコンビとブルナカのコンドル斉藤、まあ、極悪同盟ね、ナンバー2、ナンバー3の登場ですけども、このタッグマッチはファンも湧いてますけども、面白そうですね。そうですね、はい。まあ、このチーム昨年も対戦してるんですけどもね、はい、意外にブルコンドル組がですね、苦手としてるんですよね。なるほど、はい。まあ、それだけやはり若手の負担に力がついたということも言えそうであります。あれ今いきなりですね、今度の斉藤ね、頭を押さえて倒れてますけども、今何があったんでしょうか。あーっと、これは失敗でした。さあ、お互いに何かね、ちょっとスッキリしない立ち上がりでした。そして、ブルナカの宇野久子の対戦を迎えます。塩野さん、はいはい、今のはですね、もう前からこの宇野と堀田が開発している必殺技なんですがね、今まで4回やってね、これで4回とも失敗したことになりますね。やはりうまくいきませんでしたね。なかなかのいきませんね。なるほど、はい、はいはい。まあ確かに、ヒップアップのね、先ほど島崎君も言ってましたですけども、若い選手がたくさん出てまいりまして、今年は、まあ、去年までは55組を中心に大いに盛り上がっていた全日本女子プロレスでありますが、この中にですね、やはり何人か、そして何組かは割って入って、いよいよ群雄割拠といいますか、戦国時代が宮本さん作られそうですよね。はい、そうですね、はい。さて、今登場しております宇野久子選手、あるいは堀田由美子選手、こういったところがね、島崎君ね、やはりこれからの女子プロレスを背負って立つね、はい、有力選手だと思いますよ。あれですね、塩野さん、はい、クラッシュギャルズによく似てますね、2人の雰囲気が。そうでしょ、なんか小型のクラッシュギャルズっていう感じ で、ね、やはりポストクラッシュギャルズっていう感じでね、はい、本人たちが意識して頑張ってるんじゃないでしょうか。あ、頑張ってほしいですね、はい。これ塩野さん、はい、ブルー中野なんですけど、さっきから気になってるんですけど、あれはリングシューズを履き忘れてきたわけですか。いや、最近はですね、はい、裸足で登場するケースが多いですね。あ、そうなんですか、やはりキックを入れたりね、はあはあ、動きやすいらしいですよ。シューズはもう履かないようにやってるみたいですね。もともとね、はい。しかしちょっとね、戦えるような状態では宮本さんないんですけども、ブル中野っていう選手も頑張りますですね。そうですね、相当痛いらしいですね。ああ、そうですね。まあ、この痛い足を引きずりながら、昨日は全日本のシングルの、ね、ベルトを守ったわけでしょ、はいはい。まあ、3度目の防衛を果たしましたね。そうでしたね、まあ、その防衛に失敗しますとですね、3WA の世界タッグ選手権の、まあ、その王座も剥奪されるというね、非常に過酷なタイトル戦だったんですよね。なるほど、なるほど、はい。ですから試合が終わった後、ダンパ松本がね、珍しく涙を浮かべて、ブルナカノをね、背中に帯って控室に戻るというシーンもあったそうですね。はい、そうですね、はい、非常にもう異例中の異例と言いますかね。そうでしょうね、はい、はい。そのブルナカノ、今日もまた元気にこのリングに登場しております。試合は30分一本勝負タッグマッチであります。さあ、ブルナカノ、髪をブルーに染めまして、今日もまたそのダッファイト健在。そして今、今度の斉藤が中に入ってまいりました。この今度の斉藤に対してファンの間から、もう石黒康太さんに早く極悪同盟を抜けてもらいたい、そういった声が非常に大きいようであります。秋代ちゃん、はい、今攻められてますけどもね、極悪同盟の今度の斉藤、はい、素顔はとっても美人でね、なんかそういう感じがしますね。心優しいんですよ。極悪に入っている、なんか体つきも違いますしね、はい、ところが極悪に入って大きくやはり成長した選手でしてね、ご覧のようにブリッジ、なかなかいいものを持っております。
もう体では長与千種に負けておりません。堀田未来香、今登場してまいりました。しかしこの堀田をブルのプロが捕まえている。そしてどうか、おお、体当たりいった。なかなか大したもんだ。足が悪いだけにこの体当たり攻撃は応えます。ブルの中野、ブルの中野がすっ飛んでおります。こういった形でやられるのはブルの中野、珍しいことであります。さあ堀田が上から行く、堀田が行く、闇雲に抑え込みに行きました。関節を殺してるんですけど、向こう側を使いをさせないとひっくり返せないですからね。なるほどね、はいはい。さあそして今度は大技は炸裂か。独特のブレンバスターが出まして上から抑え込みに行く。あ、ブル中野としては何としてもこの堀田からね、抑え込みホールを取りたいという何か意地みたいなものがにじみ出てますね、宮本さん。そうですね、まだちょっと無理ですからね。そうですね、その意地がちょっと焦りに変わってるような気がしますね。しかもやはり左足のね、あの肩を痛めてるっていうのは格闘技の場合大きいですよね。なんかパワーではちょっと押されてますよね。押されてます、はい、完全に堀田恵美子で押されております。攻められながらボディスターズをかけておりますブル中野。しかしね、ブル中野、コンドル斉藤、堀田恵美子、宇野久子、いかにも今年のまあテーマといいますかね、生き残り戦を象徴するようないい試合が展開されております。さあ今度は宇野久子が出ました。そしてそのまま体を受けました、フライングボディアタック。さあ宇野久子、もう一回ロープに振った。今度はどうするか、ちょっと見て後ろに落としております。そして抑え込みに行く、執念の抑え込み。しかしこの辺りは十分にしなやか殺法でかわしております。今度の斉藤です。さあ今度の斉藤、ボディスターズをかけられたまんま、今ブル中野にタッチいたしました。ブル中野が髪の毛を掴んだ。さあトゥープラトンか、トップロープに上がった。今度の斉藤、一気に飛んだっと、これは半分避けた、半分かわしました。しかし背中を打ちました。あ、今度の斉藤もちょっとボディを打ったようであります。クリスト今場外に落ちました。さあ宇野久子の髪の毛を掴んでとどめを刺すか、ブル中野っと、これは空振りだ。十分に読んでおりました宇野久子、あーっと痛い、左足の肩を打ってしまいました。さあ空振りでちょっとピンチに立った。あーっと今かわした、高く飛んだ宇野久子、必殺の空中技、スレスレのところでかわしました。場外戦になるか、宇野久子、そしてブル中野であります。ブル中野は場外でほとんど動きません。そしてさあ今度の斉藤と堀田恵美子だ、今度の斉藤堀田恵美子だ。さあ今度はどうか、今度は上がれるか、完全にブル中野、ブル中野は上がっている、ブル中野は上がっている。そして堀田恵美子も上がっております。さあ珍しくブル中野、ちょっと今日は苦しい試合展開になりました。新鋭2人、堀田恵美子、宇野久子、完全に今日は互角同盟のナンバー2ナンバー3をここまで圧倒している感じがあります。しかしまあこれから決めに行くというのがやはり宮本さん大変なんでしょうね。そうですね、はい、まあ、あのブルもね、左かかしかかとのあの軸足ですからね、はい、キックの練習もしてきたんですけどね、十分にやっぱり威力がないんですよね、はい、そうですね、はい、さあこういった悪いコンディションでどう試合を勝利に結びつけますか、極悪同盟。今度はコンドル斉藤です。コンドル斉藤が気合いものともレンバスターに行って、さあ抑え込むか、これです、これです。宇野久子、宇野久子の強烈なブリッジ、今度は抑え込みに入った、これも崩れました。ね、すごいですね、逆に抑え込みできました ね、 そうですね、やはり体がしなやかではなくちゃできません。このあたり見応え十分の試合を展開しております。新春の後楽園ホールは脇に沸いております。さあ今度は若い2人、フレッシュコンビの2人攻撃です。高々と持ち上げてレフトアップして落としました。いやこれは効いてますね。さあそして宇野久子、ボディスラムから抑え込んだ、強烈な抑え込みだ。ボビドとはしかし体が返りました、入りませんね。30分1本勝負、たくさん20分を経過いたしました。残り10分になりました。今度は堀田恵美子登場です。堀田恵美子またも抑え込み、さあどうでしょうか、うん、今度は余裕を持っております。今度の斉藤、これはどうなるか、ちょっと予断を許しません。上に予測がつきにくい試合になりました。青コーナーか赤コーナーか、
さあ馬乗りになりました。今度の斉藤です。ちょっと苦しそうな表情を見せております。堀田由美子我慢できるか。堀田由美子、ああそしてこの中野が今時間ロープだ。さあどういった2人の攻撃か。ちょっと遠すぎた、ちょっと遠すぎた。もう1回というブル中野の注文です。もう1回ボディースラムだ。そしてタイミングを見てまたも左足、左足の加藤を打ちました。ブル中野、うん、やり合った攻撃をやるのは難しいでしょう。さあ1点して赤コーナー大きなチャンスを迎えた。井下がトップロープに上がった。一気にあっとこれも空振りだ。後頭部を打ちました。決めに行きました。赤コーナーの宇野久子、またしても場外戦でやります。決められませんね宮本さん、なかなかね、はい、やっぱり両軍ともなんか 意地だけでもやってるんですけども ね、はい、しかし今度の場外戦はどうでしょうか。もう両手跡も疲れ果てております。さあ上がれるか、時間内に上がることができるか、どうでしょうか。今ブル中野が上がっております。ブル中野が上がっております。さあ上がれるか、ホッタイミかどうか。ホッタイミか、危ないか、危ない、さあ危なくなった。さあカウントアウトか、カウントアウトか。ブル中野が上がっていました。青コーナーの勝ち、青コーナーの勝ち。執念で赤コーナーを制しました。いやー今日は苦しかった分中のコンドル斉藤、最後は場外戦のさすがに極悪同盟らしくうまく利用いたしました。まあ、あの試合ではリング内の試合では宮本さん押されてたんじゃありませんか。そうですね、はい、堀田宇野の方がね主導権を握ってましたね。そうでしたよね、はい、いや宇野久子そして堀田由美子、ジャガーはどういうふうにご覧になりましたか。そうですね、はい、去年とやっぱ目つきとかが全然違いますね、戦ってる。あの去年ベストバート賞をいただ、もらったんですよね、あの2人は、はい、それの自信もありますし、責任っていうものですから、はい、それをもらったっていう、うん、そういうものが試合に出てたみたいな感じがしますね。敗れはしたけどもやはり今シーズンの大きな成長か期待ができそうですね。そうですね、楽しみですね、はい。新人戦に点一本勝負を行います。
今日もまた大森ゆかりの空手チョップが炸裂するでしょうか。数多くのテープが流られました。体は大きくありませんがテクニック抜群です。キャリア十分のパンテラスレーニャ、そして阿部シロレフリーが今日は、いやこれは一体どういう風に見たらいいんでしょうか。しかしまあ阿部シロレフリーもね真剣な顔をしてますんで、ちゃんとしたレフリングを今日は披露してくれるものと思われます。今の秋代ちゃんね、はい、大森ゆかりがね 3AA のね世界シングルチャンピオンですよね。彼女なんか、精悍な感じでこれは強そうという感じですね。はい、そしてカラチョップをね今日も炸裂させてくれ。カラチョップの構えに入った間に今同じくメキシコがやってまいりました。サラサーが出てまいりました。これは大変な邪魔ですね。はい、先制攻撃カラチョップ一発という感じでした。大森ゆかりに対しましてサラサー抜群ですね。ああいうところはね、そうですね、はい。はいはい、ずいぶん卑怯なあの相手ですね。そうです、あの島崎さんね、はい、このパンテラスレーニャ、はい、ギャラクチカといった方が日本のファンにはですね、馴染みがあると思うんですけどもね、とにかく世界一のレスラーといっても過言ではないほどのテクニシャンですからね。あ、そうですか、はい、素晴らしい選手ですよ。阿部シロレフリーもここまではちゃんとしたレフリングを今見せてくれております。そして大森ゆかり、さあ小さなパンテラ今エプロンから場外にすっ飛んでおります。まあジャガーは何度もこのギャラクチカパンテラとね死闘を展開、しかもあのメキシコでもねずっとあのこの人とやってるわけですよね。そうですね、もう組んだり何から何まで知り尽くしてますでしょ。そうですね、はい、性格までしちゃってますよ。あ、きついですね。しかし改めてやはり素晴らしいレスラーってことはね実感としてまだ残ってるでしょう、一番うまいと思います今でも。ああそうですか。さあ2人攻撃になりました。大森ゆかり今日はまあこのパンテラとそれからケラ・サラサ2人のメキシコレスラーが来ておりまして、当然この2人を相手にするというのはね計算の中に入れて戦わなくてはなりません。まあここまでは大森ゆかりのねパワーというのが何かあのテクニックを上回っている感じがありますが、今みたいに空振りがあると大変なことになります。早くもトップロープに上がっているパンテラ、さあ先頭を見せました。なんか得意型ですよね、なかなかね、はい、本当にこういう具合迫力十分ですね、はい、しかしこれは空振りだ。さあ今度は大森をコーナーに振って、おっと、そしてどうするんでしょうか。しかし空振りに終わりました。さあ大森が足4の字に入りました。大森が足4の字に入りました。サラサーが出てまいりました。そうしたら今度はユーコンゲリカ選手がこのサラサーをね後ろから抱え締めという感じ。さあそして選手が入れられております。場外戦になりました。場外戦か、あっと場外戦、高層席の前であります。いやすごい勢いですね。まあこの人は場外戦をやってもいいし、ラップファイトをやってもいいし、反則をやってもうまいし、いろんなことができますパンテラスレーニャ。今日は全日本女子プロレスの頂点に立っております大森ゆかりとの一戦であります。できたら宮本さん、これだけあの素晴らしいテクニックを持っているパンテラとそれからまあ全日本女子プロレスの頂点に立って今ね最高の充実の時を迎えている大森ですから、あまり他の選手に入ってもらいたくないっていうような気持ちもしますね。そうですね、やはりまあ大森のもうカラムチョップのパワーとね、はい、もうパンテラの本当のあのテクニックの素晴らしさ、そうですよね、この攻防戦をね、はい、見せてほしいですね、見たいですね、はい、
まあ、こういった放送席の願いがどうやら通じたようでありまして、今1対1、しかし今度はハンプラ場外におりました。まあ、今日はちょっと大森のパワーに押されているような感じのパンテラであります。ジャガーが対戦してみて、このパンテラギャラクタという人はどういうところが一番素晴らしいんですか？改めて聞きたいですね。そうですね、はい、細かい技っていうんです、それがうまくて私も何をされるのか分かんないっていうようなぐらいな細かい技ですよね。じゃあこれはもう対戦してみた選手じゃないと実感としてちょっとわからないような細かい技のうまさがあるわけですね。もう全然もう私なんかでよっぽどベテランですね。なるほどね、はい、しかもなんていうのかな、あのジャガーに負けないぐらいの闘志がありますね、この人。そうですね、それ性格もですね、ハートがありますね、そうですね、闘志、ハート、そしてテクニック、まあ、格闘技者として必要な全てを兼ね備えておりますのがこのパンテラスウェーナであります。体は小さいんですけども筋力がギュギュとしております。大森ゆかり、おっと殴り合いになりました。さあ、まあ、こういったあの力技になりますとどうしても大森のパワーがやや上のようであります。そしてもう一発パンチをくれました。負けておりません。おっとバックを取った、それも落としました。さあガッチリとボディーシャーズが後ろからかかりました。大森はなかなかあの小さい選手はあしらうのがうまいみたいですね。そうですね、このところ完全に大森の方がね、やはり、プロレスになりますとややパンテラを上回っております。塩野さん、はいはい、本当邪魔でないです。チラサラサラですか？チラなんとか、なんとかでいいですよ。サラサ、チラサラサ、憎たらしいやつですね。もうちょいちょい出てきちゃうね、やばいをしますね。買い物のおばさんみたいですね。あ、なるほど、せっかくあのいい試合をねぶち壊しにしてますよ。出てきてもらいたくないですね。さあ今ちょっとからチョップ炸裂、2発3発4発空手チョップが頸動脈に命中しております。強烈です。さあそしてランドからトップロープに上がったところで捕まってしまいました。大森、いやー何か捕まるために今トップロープに上がったようなもんであります。さあメキシコ勢の2人攻撃であります。キックが入りました。たまらず大森ゆかり、おっと一気に飛ぶか、一気に飛んだ、素晴らしい、あの当たりがすごい、怖かった今、思い切って飛んでまいりました。あれはやはりあのパンテナしかできないようなね、いやすごかったですね。今2段ロープの3段ロープの間を真正面から、ね、出てきましたよ、ね、はい。さあ場外戦です。場外戦をカウント、おっとっとっと、これもリンガーで取ったんじゃもったいないぞ。さあ上がれ大森、上がれ、あっと両方の選手に上がってもらいたいと思うんですけども、場外、あっとあっとあっと上がれませんでした。これはあっけなかった、残念だ。大森とパンテラ2人とも上がれませんでした。両者場外、カウントアウトはせっかくの好カード、何か宮本さん残念ですね。そうですね、もう2人もねやる気十分だったんですけどもね、何かあのセコンド陣にね邪魔されてしまったような感じですね。こういったいい試合にはですね両陣営入ってもらいたくなかったですね。つまんないですねこれじゃあ、はい。大森ゆかりとパンテラ十分に30分いっぱい戦ってもらいたかったんですけども、両者場外カウントアウトという決着がついてしまいました。あーというか優勝にやりか出ました、優勝にやりか出ました、ものすごい力を披露しております。デビルが拍手を送っております。今そして踏ん間にやる方ない大森、大森とそれから優勝ゆりかはコンビを組んだらジャガー、これは大体の相手はねパワーで圧倒されちゃいますよ。怖いですね。あーすごいですよ、一回組んでみたらどうですかね。いやなかなか面白い出会いだと思いますよ、パワーコンビで ね、 そうですね、面白いかも分かりません。
ゴングが鳴りました。後楽園ホールであります。いよいよ今日の第7試合最終戦を迎えました。このリングはクラッシュギャルズ8ヶ月に復活のリングであります。そしてその相手をいたしますのがこれから入場してまいります小倉純と長堀和恵です。選手の入場を静まり返ってます。超満員の後楽園のファン、今勝ち負けを締めた長堀が、そして小倉が入場してまいります。青コーナーです。何とも言えない異様な雰囲気に包まれております後楽園ホール。さあクラッシュのテーマが鳴っております。さあファンがたまりません。声を揃えて今クラッシュを迎え入れます。クラッシュを待つファンは総立ちです。クラッシュギャルズ今日8ヶ月に復活いたします。涙を流し顔を真っ赤にしファンが今クラッシュの鳥を呼び入れます。長与真っ赤な顔が見えます。長与が先頭だ。長与姿が先頭だ。そしてその後ろから白いガウンのダイビングサーズが上がりました。赤コーナーは長与ちぐさライオネスアースカ。ファンが待ちに待った一瞬であります。ものすごい抵抗の数です。リンクが完全にテープに渦まってしまいました。ピオロが聞こえますか。いやーすごいでしょう。テープが後頭部に3個ぐらい当たりましたね。はいはい、もう今日のヒップアップ川上君も島崎君も小林君も興奮しきった表情です。そしてこの復活第一戦の相手となります小倉由美、長堀和恵、レフリーがジミー開幕と発表されました。改めて川上さん、島崎さん、小林さん、はいはい、どうですかクラッシュギャルズの人気。すごいですね。この人気の3分の1でもいいですから僕たちも欲しいですね。楽しいことを言わないでくださいよ、ね、今日はあの歌の最中に3人を紹介しましたけども、はい、クラッシュギャルズに負けない人気でしたよ。いや、そんなことはないです。いや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 、でもね、はい、この女子プロレスというのはある意味ではあのコンサートですね、格闘する宝塚ですよ。これはなるほどなるほど。はい、秋代ちゃん、はい、どうですかこのファンの熱狂ぶり。そうですね、はい、もうなんかまた帰ってきたクラッシュギャルズって感じが嬉しいですね。でもこの試合なんか、はい、なんか素晴らしい試合になりますね。数多くのファンの声を聞いてみました。しかし試合を見るまでまだクラッシュギャルズの復活を心から喜ぶわけにはいかないというファンの声もあったようであります。そういったファンの心配を今日は吹き飛ばす試合ができるかどうか、長与とそしてライオネスアースカ。さあもう一回切って今度は2人攻撃かっていった鮮やかクラッシュコンビ、鮮やかな炸裂を見せております。そして今度はライオネスアースカ。さあ試合が始まりましたが、ジャガー、はい、ねえ長与千草そしてライオネスアースカどうですか。楽しい、あの久しぶりだから私もワクワクしちゃいましたよ。動きもいいですしね。ねえ、はい、なかなか今の動きなんか良かったんですよね。そうですね、いい試合になりそうですね。はい、はい、宮本さん、はい、やはり今日ね、復活第一戦、ファンは大喜びですけども、問題は内容ですよね。どういった試合を見せて、本当にファンを満足させるかですよね。いや、しかしね、はい、とにかく、まあ、長野選手が言ってましたけどね、まあ、確かにクラッシュがあるっていうのは、お互いに、まあ、自立の道を歩んできた、まあ、そういう結果になってしまったんだけどね、はいはい、まあ、自立した後で、こうしてまたタッグを組めるってことは非常に素晴らしいことなんだ。なるほどなるほど。それがこれがクラッシュギャルズっていうのを見せてあげると。ああ、そうですか。そういうふうにね、本当に力強い宣言をしてましたからね。なるほどね、はい、まあいつもとはですね、やはり長与もそしてライオネスアースカも動きが違うようであります。やはり自分たちの最高のペアなんだというね、そういうプライドっていうのはね、やはり持ってるでしょうね。はい、はい、ですから、まあ、この2人にはですね、ある意味では会話は必要ないかも分かりません。こうしてリングに立ってタッグを組むはですね、自然に気持ちと気持ちが伝わっていい動きがね、出るようになるんじゃないでしょうか。そうですよね、はい、そういったまたタッグコンビでやってもらいたいと思います。さあしかし
このクラッシュギャルズに挑戦しております長堀小倉、これもハートでも負けていないコンビですからね。そうですよね、まあ、昨年4月にですね、はい、ちょうどこのクラッシュギャルズに 3W のベルトを挑んだわけですけどね、まあ、その時は 2-0 で完敗しました、はい、今日はね何かの形でねやっぱり一矢報いてほしいですね。そうですね、はい、さあ今度はチミサコールが巻き起こっております。長代チミサそして長堀和江の対決を迎えております。篠野さん、はいはい、この長堀という子は可愛い子ですね。いいでしょう、男性ファンが多いですよ。ああなかなか、僕は好みですよ。男性ゲストはねみんなの長堀選手を応援しているようですね。はい、しかし、まあ、好みなんて言ってられませんよ、はい、気性が激しいし強烈なキックがありますしね、強くなる選手ですよ。じゃあ結婚して夫婦喧嘩したら大変ですね。大変ですよ、そんなことはできません。山崎照友さん直伝のね強烈なキック力を持っております、空手技を持っております長堀和江です。長代千草も空手技を持っております。ですから2人の対決は何か手に汗握る真剣勝負です。さあしおのさんね、この長堀ですけどもね、はいはい、今日はあまり体調あまり良くないみたいですね。あ、そうですか。昨日の全日本の時もですね、もう熱がかなりあったようで、なるほど、声もガラガラなんですよね。あ、やはり風邪を引いてる選手が多いみたいですね。そうですね、はい、まあ、本人はねこんなことは言ってられない、自分がいけないんだからというふうに言ってましたけどもね。なるほど、本当だったらもうちょっとねコンディションのいい時にねやってあげたかったような気もしますけどね。しかし三宅アナウンサーね、今日はクラッシュギャルズがね、こうして8ヶ月の復活してるんですけども、控え室なんかのムードね、どうだったんですか。そうですね、8ヶ月ぶりでね、そういうコンビのねコンビは大丈夫なのかなっていうふうに聞いてみたんですけどもね、はいはい、もう全く問題ないみたいですね。この2人はさすがにこのぐらいのコンビになりますとね、全然関係ありませんよなんて笑ってましたよ。あ、そうですか。僕もね初めてなんですよ、クラッシュギャルズがこうやって試合をするのは。なるほど、はい、さあクラッシュギャルズ今長代千草からバイオネスアースカにタッチされました。まあ、ライオネスアースカにタッチされれば今度はライオネスアースカに対しましてファンな声援コールが巻き起こるという後楽園コールであります。ファン待望のクラッシュ復活、クラッシュギャルズ今日の対戦相手は小倉由美、長堀和江、そしてお聞きくださいアスカコールであります。まあ、芸能活動には参加しなくなりましたライオネスアースカでありますが、こうして久しぶり長吉にタッグを組んでまた考えひとしおでしょう。今日の長代チミサそしてライオネスアースカ、ライオネスアースカも去年は腰を痛めて、しかも体が痩せ太ってね、もうこれ以上格闘競技者としてちょっとリングに立つのは難しいんじゃないか、そういったファンの心配もあったようですけども、立派に精神的にもよみがえって今日こうして長代チミサと再びコンビを組んでの登場であります。昨日ははいはい、この小倉という子も可愛いですね。あ、何か顔ばかり見てますね。いや、島崎君、このコンビはなかなか可愛いですよ。人気ありますよ、しかもね、はい、試合もですね小倉由美選手が今ちょっと膝を痛めてますけどもね、はい、これ膝の状態が感知すればですね、十分チャンピオンベルトを狙える存在ですから。あ、そうですか、はい、なかなか可愛い子ですよ。そうですよね、顔にだけは傷をつけてほしくないですね。はいはい、ブル中野みたいな顔になってほしくないですね。あ、しかしねブル中野だって素顔は可愛いんだから。塩野さん、その膝ですけどもね、小倉ですが、はい、来週手術をするそうですね、そうなんですね、まあ、今日クラッシュとしてこうペアを組んで、そしてまあこの2人がですね、はい、アスカ長代が今度は CWA の女王の挑戦権をね、はい、かけて2人は戦うことになるわけですけどもね、なるほどなるほど、非常にそういう意味で何かこう新春のドラマといいますかね、クラッシュのドラマが ね何かこう、はい、これからどうなるんだろうと、そういう非常に不安感とまた期待と、はい、非常に複雑ですね。そうですね、まあ、しかし格闘技というのは厳しい掟がありますね。今日はコンビを組んで戦い、明日はまたコンビをね分かれて今度は1対1の対決、これが格闘技の原点であります。さあ長代千草がっちりと小倉由美を捕まえております。その長代に対しましてギロチンドロップの攻撃が長堀和江です。今日は放送席はヒップアップの3人と早坂昭代ちゃんですが、手に汗握って観戦中であります。ちょっと体勢が悪くなりました長代千さんに対しまして声援コール、そして今ライオネスアースカノータッチだったんですけども、長代千さんちょっと苦しい状況ということで助けに入りました。
まあ、あの長与千種選手はね、去年の暮れには東京そして大阪最後は三輪日でしたか、日本青年館でコンサートをやりました。この日本青年館でのコンサートで私も行ってみたんですけども、今年の反省点何もありません。私はあの失敗し墓穴を掘ったことも数多くありました。しかし何も反省点はありません。いつも長与千種は明日に向かって突進していきますとファンの前で抱負を語っておりました。こういった長与千種選手の気性というのがやはりファンに多く受けられているところであります。長与千種のやはり大きな魅力は突進力です。今日はその突進力がちょっと長織和江と小倉弓のファイトの前にやや範囲が薄くなっている感じがあります。さあ小倉弓飛んだ、しかしこれは空振りであります。先頭が失敗だ。さあ足が飛んだ、そして小倉弓です。空中ラビアートを炸裂。さあクラッシュギャルズ新年の後楽園のリングで復活しております。ファンの声援は大変なもの。あーっと今度は一気に両方で飛びました。場外に飛んでおりますクラッシュギャルズ、そして場外でライオネスアスカヘッドバット、ヘッドバット攻撃です。あーちょっとあの長堀ですか、いやいや小倉弓ですね。小倉がちょっとまた左に行ったんじゃありませんか、はい、ね、苦しそうな表情を見せております小倉弓。この小倉に対しましてキック攻撃、そして今後ろにあっという間、さあカウントが入りますけども小倉これはなんとかかわしております。さあダイオネスアースカトップローから一気に飛びました。またも空中ラリアート強烈な技を仕掛けておりますライオネスアースカ、カウントは2でした。さあもう小倉にとってはちょっと苦しいところ。さあダイオンスイングです。2回3回4回5回6回7回8回9回10もう1回行きました。ライオネスアースカジャイアンツスイングを披露しました。さあ余裕十分のライオネスアースカでやります。そして今度はブレンバスターか、耐久時間の長いブレンバスターが見事に決まった。今度は決まるか、ガッツンとコーンの体勢。あー小倉弓懸命に跳ね返しております。そして今度は長与千種がトップロープに上がっている。さあクラッシュの通過点であります。エルボー岡村元に炸裂しました。今度は長与千種行きます。しかしジミー加山今カウントを入れませんでした。再び攻撃を許しておりません。ヘッドバットライオネスアスカのヘッドバット2発。さあ今度はどうか、おーっとこのまま逆さを抑え込みに入った。さあ危ないライオネスアスカ、危うしライオネスアスカ、カウント2でした。あーっと回し蹴り一戦、得意の回し蹴り炸裂か。今度はショルダー2で後ろに落としました。そして回し蹴り、いやー顎の辺りに入っております。これまた綺麗に顎を捉えております。さあライオネスアースカ起こった、さすが固めの体勢に入ります。何か目を切るような感じ、ライオネスアースカ回し蹴りを受けておいて、今度は得意のさっそり固めに入りましたのがライオネスアースカです。秋代ちゃんね、このライオネスアスカ去年は本当に苦しい1年でしたけどね、私久々に会って実際に見てやっぱり細く、ちょっとね細くなっちゃって心配だったんですけど ね、やっぱりでもさっきなんかまだまだ元気があってね、それ見てちょっとホッとしました。ああそうですか、まあ今年は完全復活を期待したいもんですね。ね、頑張ってほしいですね。はい、そしておーっと大倉に出てまいりました。今あの通天井に行こうとしたんですけどもタイミングよく出てまいりました。この辺りは長織そして大倉バッチリでやります。さあジャマンスープレックス、なんとかかわした長織和江。島崎さん、長織和江っていう選手はなかなかの熱っこいでしょう。気が強いですね、今もう完全に僕ホールされると思いました。はいはい、ですから顔は可愛いんですけどもね、やはり格闘技者として素晴らしい根性執念を持っております。さあ長与千種のフォール、これまたかわしております。
長堀和也、そして小倉由美にタッチです。さあ今度は小倉チムとの対決になった。あーっとこれはニールキックか、綺麗に入りました。カウントはワンであります。小倉もね、あーっとジャーマンが出ました。小倉のジャーマンがどうか。いやー今のはジャガー素晴らしかったんじゃないですか。綺麗なジャーマンでしたね。いいですね、柔軟な体をうまく使いました小倉由美。ジャーマンスープレックスを見せました。そして今度はパイロドライバーか。さあどうか、パイロドライバーが出るか。小倉由美大技連発のパイロドライバーであります。さあ長々と伸びたカウントが入る。絶対絶命です。うまく避けました。最後の執念でかわしました。長いおちぐさ、しかしクリスを抑えております。さあ小倉由美が一気にこんなキック攻撃、これも綺麗に肩口に入った。そしてホールどうか、危ない。小倉由美選手、来年来週ですか、病院に入るとはちょっと思えないような強烈な攻撃を仕掛けております。またも入った、3つ入るか、危ない危ない。何度も何度も絶対絶命のピンチに追い込まれました。長いおちぐさ、そしてライオネスアスカの登場であります。いやー小倉が思い切っていってますね、非常にね、今勝負をかけたラッシュね、ジャーマンからそしてもうパイルドライバー、はいはい、そしてトップローカードロップキックですね、首固めと非常になかなかいいコースをね、3人渡ってもうねホール進んでるんですよね、はい、さあようやく長与千草からライオネスアスカに渡りました。そして今度はライオネスアスカと長堀和也の対決であります。塩野さん、はい、長堀ね、さっきのジャーマンがまだ効いてますね。ああそうですか、さっきからずっとコーナーに倒れたきりだったんですよ ね、はいはい、強烈なジャーマンでしたもんね。さあ長堀和也が今場外に落ちました。カウントがついております。後楽園コールどうしたんでしょうか。ああ確かに今三宅アナウンサーからレポートが入りましたが、長堀何か朦朧としております。長堀朦朧としております。上に上がることができるか。選手の助けを借りました。今ホーティーンで上がりました。しかし待ち構えているライオネスアスカ、さあエルボーを落として今度はパンチ攻撃、ボディにパンチを炸裂させておりますが、ヘッドバット朦朧としている長堀です。今日は元気いっぱいの小倉由美。この人のガッツは本当に素晴らしいものがあります。今日はクラッシュギャルズの長与千草相手、そしてライオネスアスカ相手に素晴らしい試合を見せておりますのが小倉由美であります。小倉由美と長堀、長堀はまだエプロンでちょっと左の肩がおかしいんでしょうかね、状態が良くないようであります。そうなりますと小倉に負担がかかってまいります。なんといっても相手はクラッシュギャルズ、今日8ヶ月ぶり後楽園ホール復活戦であります。さあ弓矢固めの体勢に入ろうというんでしょうか。どうするか、弓矢固めの体勢に半分入ってますね。十分ではありません、十分ではありません。今入った、今入った、腰の痛いライオネスアスカにとってはこれは痛い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 。ギブアップか、ギブアップか、ギブアップか。ガッチリと決まった、ガッチリと決まっております。長与千草助けに入るか、これは苦しいぞ、これは苦しい。長与千草懸命にこらえる、よくこらえました。今のは有効ですよ。そうですよ ね、宮本さん、はい、まだ腰を押さえておりますライオネスアスカ。いやー獅子奮陣の大活躍を見せております小倉由美。もう本当に来週病院に入る、手術をするということで、今日はもう左の膝どうなってもいいと思ってるんじゃないでしょうか。そうですね、もうそれぐらい の、もうあの気迫がね、そうですね、見せられますよね。はい、まああのプロ野球の、ね、山本浩二選手が去年あの引退が決まった後、日米野球なんかに出て思い切ってあの走ったり行ったりしてましたが、もう来年あの試合をやらなくていいと思ったら思い切ってできるということを言っておりました。ある意味ではそんな境地でしょうか小倉由美。しかし格闘技者っていうのは本当に大変な強い精神力を持っているものであります。さあ、あーっとバックドロップ、これもカウント2、なだれ式のバックドロップが出ました。そして今度は長与千草登場であります。さあ長与千草はまずブレンバスターの体勢です。独特です、早い展開でブレンバスターカウント、カウントは 2.5 2.5。 あ今のは3つ入ってるんじゃないか、そんな不満をちょっと見せました長与千草。
そして今度はパイロドライバーのお返しであります。先ほどのお返しですね、完全にパイロドライバーが入りました。長与中華流のパイロドライバー、ああ今度は長堀が出てまいりました。さあアスカに声をかけた中佐、アスカ中佐コンビどういった技を見せるか。おお、これはちょっと痛いぞ。高いところからパイロドライバーが炸裂してやります。今アスカにタッチして一気にキックが飛んでおります。ミサイルキック炸裂、そしてまたカウントが入る。アグラインもよくこらえております。大熱戦です。はい、何か思わずジャガーも手に汗握ってますけども、そうです ねいい試合になりましたね。そうですね、はい、女子プロレスの代表的な動きじゃないかなと思います。なるほど、こういった試合はあのジャガーもね、いい点数をつけられますでしょう。そうですね、はい、女子プロレスのね、華やかなしかも華麗な動きが展開されております。そしてスピーディーであります。まさに根性と根性のぶつかり合いであります。さあまたも速い感じ、そしてカウントが入る。常にもう何か今日はジミー加山のカウント 2.5 から 2.9、 もう1回ロープに打って足蹴りが炸裂しました。カウンターです。もう1発いきました。そしてエルボーを落とします。さあ長尾にまた上からいったカウント、これまた 2.5、 熾烈を極めております。60分1本勝負、1本を取られた方が負けであります。さあ長堀のパイロドライバー、長与千佐今日はパイルドライバーを2本打ってしまいました。カウントはまたしても 2.5。 さあ小倉由美またロープに上がりました。スープラトンカ連携プレーが出ました。小倉上から行った。さあ今度は長与千佐が捕まってしまいました。なかなか2人の連携プレーは鮮やかでやります青コーナー。さあ小倉っとうまくバックを取った。このまま決めるか。カウントはいや、ああいったあのとっさの動きで確か大阪城ホールでは連発元からホールを取りました。そうですね、ね、長与千佐バックを取ってこのまま固めていきました。このジャーマンが見事に決まりました。最後は文化のコートジャーマンスープレックスホールド。熱戦に終止符が打たれました後楽園ホール。最後は長与千佐がジャーマンスープレックスで決めました。まあ今日は久しぶり8ヶ月ぶりクラッシュギャルズの復活戦でした後楽園ホール。まあファンの期待にね十分に応えるいい試合だったんじゃないでしょうか。ジャガーどうですか。そうですね、もう全部の動きが女子プロレスの代表的だなと思いましたね。これを今日は終始強調しております。ジャガー横田です。抱き合ってます。あ、抱き合ってます。よくあの試合をやりましたね。あの今ね、お互いにですね敵味方にね分かれてって言いますかね、あのお互いの例えば長与千佐がね、ああそうなんだこれがいいところですね、小倉由美そして長堀をですね千佐と飛鳥がね健闘をねやはりねぎらってるんですね。これ ね、あ珍しい光景であります。あジャガーも拍手を送ってますけどもね、いいですね、頑張りましたね。うん、よかった。最近はあの、まあ、極悪同盟登場っていうようなこともあるんですけども、試合が終わってねすっきりしない、何かあのいつも罵り合う判定に不満をねあのぶつける、そういった巻き入れが多かったんですけども、今日は女子プロレスらしいいかにも爽やかな巻き入れですよね。そうですね、はい、僕はあのこういった試合は好きですね。しかもクラッシュギャルズ華やかにがっちりと復活いたしました。コンビとしても今日は最高の動きを見せております。ああ、超満員のファンもさぞや満足だったでしょう。宮本さん、はい、ファンが争奪でねクラッシュギャルズにまだあの声援を送ってますけどもいかがでしたか。そうですね、はい、私自身もね8ヶ月ぶりのクラッシュギャルズ、何か原点に戻ったクラッシュといいますかね、なんか初期に組んでそしてサクセスストーリーをね、ずっと築いていった頃のね、ああいう何かあのムードを感じましたね。そうですね、はい、まあ、あの素朴な原点に戻ってまた今年は一から出直してもらいたいですね。そうですね、はい、はい、秋代ちゃん、はい、どうですか。いやもう千佐と飛鳥の試合最高でしたね。でも本当久々になんか来てね、自分もこううっていうね気が入ったって気がしますね。お正月と、はい、はいはい、秋代ちゃんもね今日はいい試合でね、もう楽しかったです、ありがとうございます。そしてヒップアップの3人です、
ねえ、いやどうでしたか、塩野さんね、はい、最後は感激しました。あ、そうですか。僕はあの思わずね、涙が出てしまいましたけど、本当の涙ですね。いや、嘘の涙ですけども、はい、いい試合ってのは感動しますね。しかしあのクラッシュギャルズの試合はやはりいい試合です ね、 いいですね。パワー出します、スピードといい、はい、テクニックといい、はいはいはい、最高ですね。感激いたしました。はいはい、ジャガーからも一言お願いしますよ。そうですね、もうやっぱり今年の開幕っていうこともありましたね、はい、全体的に力を入れてみんなやってたなと思いましたね。そうですね、今年の試合がまた楽しみになりました。はい、ということでね、今日は興奮の後楽園ホールでございました。この辺りでお別れすること、秋代ちゃん、世界キックアップの、ね、3人はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また今年1年女子プロレスをよろしくお願いいたします。
来の都市空間をクリエイトする新鋭グループ。天狗な気分です。デルモンテフルーツドリンク 1.5 リットル新登場。夏のお肌を守ります。平らなぴったり粒子カネボウサンセラミー。女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございますか。女子プロレスまた新しいシリーズに突入しております。5月2日3日それから4日ですか、長与千種選手のコンサートも大盛況のうちに終了いたしました。そしてまた今日のこの後楽園ホール、超満員のお客さんをお迎えしているわけでございます。早速放送席ゲストのお二人をご紹介いたします。まずデイリースポーツ運動部、宮本久夫記者でございます。宮本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもうお一人、ジャガー横田さんでございます。よろしくお願いします。今日は宮本さんとジャガーにね、ちょっとあの話を変えたんですけども、何か、広報からですね、今日マスコミ宛てに、いろんなあの書類が配られたんですが、その中に7月の6月ですか、25日からいよいよ JB エンジェルスアメリカ遠征決定してますですね。ようやく決まりましたね。はい、まあ、6週間のね、長丁場ということなんですけども、まあ、JB にとってはね、まあ、これからもう一つこう変わるのにね、非常にあの、まあ、世界のマーケットにね、進出していくわけですから、非常にあの、まあ、全日本の女子プロレスにとってもね、非常に有意義なことじゃないかと思います ね。それからジャガー、7月にはですね、また他の選手がですね、カナダ、遠征っていうのもね予定されているそうでして、まあ、ヨーロッパでも今すごい人気だっていうし、ジャガーはねヨーロッパとか今最近は海外取材も多いんですけども、やはり日本の女子プロレスも大いにこれからはね、海外に有利してもらいたい。この間バンコクの方行った時も、女子プロレス人気があって私の顔してたんですよ。あ、みんな、びっくりして、これから盛り上がるって言ってましたね。はい、一日も早くですね、本当に世界の女子プロレスですね、大いにあの女子プロレスラーに活躍してもらいたい、こういうふうに思っております。今日はこの試合からご覧いただきましょう。試合は今日のメインイベント、フジテレビ会場だとジャパングランプリ30分一本勝負、若手ナンバーワン成長株堀田由美子、青コーナーに入場してまいりました。後楽園ホールです。さあ、早くも審査コールが巻き起こります。照明が今赤に変わりました。長与千種のカラーに変わりました。後楽園ホール控室から後楽園ホール花道に今長与千種が姿を現しました。礼によってリングに一礼いたしまして、今パッとマットに登場の長与千種であります。フジテレビ杯争奪ジャパングランプリ公式リーグ30分一本勝負を行います。赤コーナーオールタシング新競技150担当長与千種、赤いテープで渦巻りました後楽園ホール。長与千種に対しまして多くのテープが飛んでおります。今日は先輩長与の胸を借ります。堀田由美子、まあ、あの宇野久子とねコンビを組んで飛びを落とす勢いだったんですけども、宇野を怪我で失って今堀田由美子内心ちょっと複雑でしょうね。そうですね、はい、気持ち的にはまあ複雑でしょうけども、まあ、こうして後楽園ホールのですねメインマッチに臨むわけですからね、はい、もう宇野の分までやはりも頑張ってほしいですね。そうなんですね、はい、ジャガー、はい、やはりあの堀田由美子、はい、いろんな意味で順調だっただけにですね、ここであのガクッとしてもらいたくないですね。そうですね、また一つの試練じゃないですか、頑張ってもらいたいですね。はい、
今日はそういった意味では願ってもない相手は長代千草であります。一つ長代千草の闘志をですね立派に見ついてもらいたい。堀田由美子、試合が始まりました。この試合は30分1本勝負であります。堀田由美子がなかなかフジテレビ杯争奪ジャパングランプリいい成績を残してますね。そうですね、はい、2位で頑張ってますからね、はい、2敗ですかね。そうです。ああ一方長代千草選手はどうなんですか。長代選手はですね、まだ2勝でですね、はい、2.5 点なんですよね。なるほど、はい、まだ試合数が少ないですからね、はあはあ、これからがまあ、ダッシュですね。そうですか、はい、いきなり今キックは顔面に飛んだんですか。そうですね、入りましたね顔面に。あーなるほど、はい、長代千草今ハイキックを顔面に受けまして青コーナーに伸びております。さあ先制攻撃は堀田由美子、まず外貨を上げました。レフリーがボブ矢沢であります。どうか戦えるか。あーっと堀田由美子が行く、ロープに行った。あーっとあっとあっと、この辺りが長代千草の前ってところ顔面にキックを返しました。長代千草、あー長代千草らしいところですね。はい、今度は顔面にハイキックを返されました堀田由美子。さあこれで1対1。まあキック攻撃ではやはり空手を習得しております堀田由美子負けておりません。力比べになりました。この力比べでも負けるわけにはいきません堀田由美子。うまくかわしました。相手の力を利用してうまくかわした長代千草。まあ長代千草に対する声援が一方的かと思われたんですけども、しかし放送席の後ろの方からはですね堀田由美子に対する声援も相当飛んでますね。そうですね、はい、由美ちゃん由美ちゃんという堀田に対する声援も飛んでいる後楽園ホール。今ジャガー、はい、伸び盛りの堀田由美子なんですけどもね、ジャガーの目から見ていかがですか。そうですね、やっぱり一回り大きくなって、まあ、ここで、はい、まあ、タッグの選手権を失って、ええ、こう試練なんでまた違う形で伸びていくんじゃないかなと思うんですけどね。そうですか。まず、壁があったり何かするとまた違う意味で強くなっていきますから ね、はい、本当に伸び盛りだった。そしてチャンピオンベルトがまた一段とたくましくしてくれました。ボッタイミコだったんですけども、今は逆に試練の時。まあ、しかしこういった苦しい時を乗り越えて本当に大きく成長していくわけであります。順風満帆だけではありません女子プロレス、まあ、何か人生に似てますね。そうですね、山あり谷ありね、はいはい、本当にありますよね。こういった苦しい時にどういう風に対処していくか、これがまた女子プロレスラーにとっては大切であります。ジャガーあたりもね、伸び盛りの選手よりも苦しくて壁にぶち当たって、涙を流している選手の方が気になりますでしょう。気になりますね、伸びてる人はいいんです、ほっとけば伸びる、はいはい、ねえまあ、ジャガーはコーチでもあるわけなんですけども、コーチのやはり一番気になるのはそういった選手たちであります。ですから今宇野が大阪の病院でね一番人生の苦しい時を送っております。そしてコンビを組んでおりました堀田由美子、いろんな意味で今苦しさにぶち当たっております。この堀田由美子が今日長代千草相手、そして好調にここまで勝ち進んでまいりましたフジテレビ開催だジャパングランプリをどう戦うか、ファンの前に堀田由美子をどうアピールするか、この辺りが今日の見どころであります。まあいつもよりもやや静かな序幕とこういった感じがしますね。そうですね、まあ、堀田選手も体が大きいですからね、はい、馬力もありますからね。そうですね、青谷にキック攻撃、まあ、スタイルはちょっと似てるスタイルですからね、はい、レスリングスタイルが似てますから。おお、フルスター強烈なキック攻撃、またも顔面に飛んだ、崩れ落ちました長代千草。迫力ではジャガー、堀田由美子負けてません。そうですね、大したもんですね。長代千草が崩れ落ちました。堀田由美子の強烈な攻撃、大したもんです、迫力十分だ。さすがの長代千草も今崩れ落ちてしまいました。エプロンで一呼吸入れております。迫力十分でした。さあしかしこれで長代千草闘志に火がつくでしょう。相手の一方的な攻撃を許しておく性格ではありません長代千草。ああ長代千草の目がちょっと変わってまいりました。
ご覧ください。大先輩長屋チームさんに対しまして切ることを知りません。しかもお互いにね、何かシューティングスタイルというんでしょうか、同じレスリングスタイルで対決しております。今度は足を狙った堀田由美子、ジャガーがやっていたまたレスリングとは違うねスタイルのレスリングなんですけども、この2人の対決同じようなレスリングで迫力は十分ですね。ジャガーそうですね、似てますね本当にこの2人は、ね、指定関係ですかね、ここも違った形のね、はいはい、お互いにね一歩も後に引きません。いわゆるシューティングといいますか、遠慮会釈なく相手に技を仕掛ける、これがこの2人のレスリングであります。来るよ来るよ、夢工場87、前売り券はただいま発売中。来るよ来るよ、夢工場87、夢工場はご覧の映画の協賛でお送りいたします。 This is Marlboro Country。 この大いなる世界から広がる味と香り、 Marlboro。言わず二度も三度もあちょいないらっしゃい。さあヘッドスターズからようやく抜けてました長与千草、しかし依然として堀田由美子の攻勢が続いております。堀田が行く、今度は体当たり攻撃、ボディアタックでやります。ようやく堀田の攻勢をかわしました長与千草、足を決めに行きました。大きな、しかも今乗りに乗っている堀田由美子に対しまして長与千草ちょっと苦戦を強いられております。もともと女子プロレスの本流はやはりジャガーが見せておりましたね、華麗な空中殺法でやりますが、今日の長与そしてこの堀田由美子の試合は一味違います。これもやはりアキレス腱固めなんですか、宮本さん。どちらかというと膝十字といいますかね。あ、なるほど、その方ですね。細かい技をねお互いに繰り出しております。細かい技の応酬です。しかしその一つの技に迫力が十分にあります。試合が始まって今10分が経過いたしました。さあ今度は太ももに対しましてストンピング攻撃、そして頭を持ちました、後ろに落としました。また髪の毛を持った、ロープに振った、どういくか、ね、ニールキックひざ蹴りが飛んでおります。さあまたもひざ蹴り連発、そしてカウントが2つ入りました。太い足の蹴りですからね、相当やっぱり重ねますとね、効いてますね、ダメージが残ると思いますよ。はい、そしてバックブリーカーだ、バックブリーカーに入りました。さあ長与千草カジサジという試合になりました。恐るべし堀田由美子、そして堀田由美子上から行く、またもカウントが2つ入りました。どうなんでしょうか、ジャガー、はい、余裕を持って堀田由美子に攻めさせているのか、いや、あるいはやはり攻められているのか、そんな受けているような雰囲気もしますけどね、ちゃんと受けて立っているような気もしますけどね。あ、なるほど、若い堀田に今は攻めさせていると、そういった感じの長与千草でしょうか。
しかしまたショルダースルー、後ろに押されました。今度はキック攻撃が入った。さあ吉見さん行った。おーっとカウントは2でした。何か長屋の攻撃があまりねないんで、場内は超満員なんですけども、やや静かな後楽園ホールでやります。さあ誘い固めの体勢です。ステップオーバーから今重心を落としました。ようやく長屋らしい攻撃が入りました。渾身の力を込めて誘い固めの体勢です。今度は堀田由美子、苦悶の表情です。しかしこの人は力があります。ロープに逃れようとしております堀田由美子。ああ気合い入れの殿、また正面に引き戻しました。あっと堀田も懸命にこれを返そうとしております。さそり固めが入っております。リングのほとんど中央です。さあ今度は堀田が苦しくなりました。じりっとロープに逃れようという堀田、逃してなるものか。長屋ちぐさ、さあもうあと10センチぐらいか。ロープに手を伸ばす堀田由美子。ああこれは何かあの長屋ちぐさの方からさっとほどきました。腰が相当に疲れてまいりました。今度はキック、あっとどうか、受けて立つ長屋ちぐさ、長屋を受けております。ハイキック後頭部から顔面、そして今度は殴った、ホッタイムから殴った。長屋をちぐさのパンチ炸裂。まあ平手打ちではやはり長屋ちぐさ負けておりません。あーっとヒールキック炸裂、顔面を捉えました。鮮やか、この当たりは鮮やかでやります。カウントが2つ入りました。ようやくこの辺りから長屋ちぐさ攻勢に転じるか。あーっとドロップキック、これは堀田由美子よく見ておりました。若いんですけども宮本さん、この辺りが見てらしいですね。自分のペースを失わないようにね、はい、今ちょっと2人の攻防を噛み合いませんでした。足を伸ばしてなんとかクリオンの字の体勢を守ります。このタイミングでやります。さあトップロープに上がりました長屋ちぐさ。さあホットエルコちょっとフラフラしております。強烈トップロープから飛びました。これはカウント3、あっという間一発で決まってしまいました。今のあのトップロープからのやつニールキックですか。そうですね、普通はあのジャンプしてね、フライングニールキック行くんですけど、今トップロープからのニールキックですね。強烈でしたね。まああの堀田君もね後頭部打ってね、はい、ちょっとダウンしてましたね。まあ堀田由美子は攻めて攻めて攻めまくってたんですけども、最後は長与千草、さすがに先輩の貫禄、一発で決めてしまいました。しかしジャガー、はい、見ていて怖いようなレスリングスタイルですね。そうですね、はい、でも師弟関係っていいですね、客観的に見て。はい、今ね、やっぱりその一発で決めておいて、今度は長与千草、大丈夫かとばかりに助けを起こしております。大丈夫ですね。はい、今あの首筋に本当にまともに決まりましたもんね。はい、そうですね、はい、今敗れた堀田由美子、いかにもこのあたり長与千草らしいところでやります。まああの長与千草さんにとりましてはレスリングはねレスリングどうですからね。そうですね、そういったものよく現れておりました。今日は後輩の挑戦を受けました長与千草、最初はあの受けて受けて受けまくってたんですけども、最後はやはりトップロープからね強烈なニールキック炸裂いたしました。長与千草のニールキックを受けました。ちょっと苦しそうな表情で控え室に引き上げてまいきます堀田由美子。
いやまだあの長与千種に対するね千種コールがね非常に大きくこだましております後楽園コールでありますが、宮本さん、はい、今日のこの堀田由美子と長与千種の一戦いかがでしたか。そうですね、はい、まああの試合対決らしいね、お互いにまあ息の合ったと言いますか、まあ試合だったんですけども、はい、やっぱ堀田君まあこれに満足せずね、さらにやっぱりまあ千種が本当にね、ライバル以上に燃えるような、そういうもっと火花を散らすような、ね、攻防戦を見せてほしいですね。そうですね、はい、ジャガーからも一言お願いします。そうですね、やっぱり師弟関係だからこそ厳しいっていうところを見ましたね、やっぱり、なるほど、はいはい、かつてはね、まあ、あのジャガーとライオネス・アスカがそうだったんですけどもね、今あのデビルとそして、長与千種、そして長与千種の下には堀田由美子、こういう図式なんでしょうかね、宮本さん。あ、そうですね、はい、とにかく後楽園ホール真剣勝負といった雰囲気が漂っておりました今日の30分一本勝負、結局長与千種が堀田由美子を破った一戦でございました。それではこの辺りで後楽園ホールからお別れすることに決めよう。なんでしょうか。これではレフェリーになりません。もういくら言っても仕方がない。この辺りでジャガー横田ね、一つ大技を見せてもらいたいものでありますが、ペギーリーがすっと力をつけました。あーっとカウント、また早いカウントが入りました。場内のお客様避難ゴーゴーですが一向に通じません。まあ、このレフェリーではね、はい、あのジャガーの力っていうのはあのだいぶ違うんですけどもね、ちょっと苦しいですよね。そうなんですよ。ですから見ている感じでは何かあの互角の回転になってますよ ね、むしろジャガーの方に押されております。また場外に落ちました。さあ場外に落ちたペギーリー、いやー誰もペギーリーを声援していないと思うんですけどね、場内のお客様に手を挙げております。さあカウントがついている、カウントもちょっと早い、またカウントが一段と高くなってまいりました。熊谷深海一本だ、またレールによりまして早いカウントが入りました。さあジャガー、もうそろそろ怒っていいでしょう。思い切ったジャガーの攻撃を見たいんですけども、バックリーカーだ、カウントが入る。そうなんですよね、ジャガーぐらいになりましたあのカウントね、ちゃんと2ぐらいまでね自分で呼吸で測ってということがあるんですけども、今日はそれが全くできない。さあ今度はカブラツイストであります。おっとっとっと、どうしてこういう風なことになるんでしょうか。これが分かりません、これが分かりません。相打ちになりました。ここはジャガーチャンスではあります。それいけジャガー、リップアタックだ。さあリップアタックされました。そして今度は何が出るか、いった、このまま固めるかどうか、カウントいるよ。遅いですね、遅いですね、遅いですね、遅いですね。さあそして今度は人間風車、人間風車きれいに決まっています。上からいくか、いやジャガーはいきません。どうかトップロープから、ところが空振りであります。いやー、なんとか決めようというんですけども、ジャガーにやや焦りもあるようであります。ポイント抜けた。さあ、ジャガー抜けた。今度はどうするか。おっと、ハイドドライバーの体勢になっている。このまま落とした、いった。きれいに決まった。そして、上から行く。これはもう決まった。ゆっくりやっても、同じであります。やりました。ゆっくりやっても完璧。いやそうですね、まあ、ジャガーももうダメだっていう感じでね、はい、セミストンファイルジャガーが思いっきり叩きつけますね。そうですね、いやしかし今日のリトルハートでジャガーの方ね、本当に苦しい試合になりました。力ではヘビーリーチの差は歴然としておりますが、ジャガー横田苦しかった。宮本さん、はい、しかしこういったリトルハートのね、レフェリーが続くようじゃちょっとお客様も納得しませんですね。そうですね、はい、やっぱり納得した試合をしてほしいですね。はい、今日はジャガー横田ヘビーリーグ快勝した一戦をお伝えいたしました。熊谷市民会一貫からお別れいたします。ごきげんよう、さようなら、また来週。
Get out!
Thank you.
Come on!
지금 8분 가가 8분 가가 에이더맨의 사우 Ah!
1分56秒おめでとうした。エイザベス・チェイス選手の勝ちでございます。2000試合タグマッチ30分1本勝負を行います。赤コーナー全日本チャンピオン145番のライオネス・アセカル、おやすく CW 世界シングルチャンピオン130番のジェネー横田、アクロナイ140番のタランチェラル、同じく150番のデビル・マセル、
レフェリー柳下勝也。Thank you.